どうも皆さんこんにちは、ケンです。 CT125 ハンターカブ納車されました。いやもうね、新車で買うと今1年待ちぐらいの人気車種なんですけども、まあ、今回中古なんですけどね、ようやく手元に、来ました。いやめっちゃ嬉しい、マジでずっと欲しかったからで、ね、結構カスタムされてるとことかもあって、今度ね別の動画でハンターカブの紹介はしたいと思います。で今回、ハンターカブ買ったんで、せっかくなんでキャンプツーリングしたいと思います。で僕今、熊本にいるんですけども、熊本から今回は長崎の方に、行ってみたいと思います。ちなみに今回の動画は楽天モバイルさんとのタイアップ動画になっています。ということで、ハンターカブなんですけれども、もうずっと欲しくて、ただもう注文しても、新車で買うと、まあ、1年待ちとかだそうなんですよね。で1年はちょっと待てんからということで、まあ、ちょっと中古で購入したんですけれども、まあ、ところどころねカスタムされててめちゃくちゃ使いやすいものを、購入しました。さっきコストコでねオープニング撮ったんですけども、今熊本のイオンに来ています。僕ね結構熊本の田舎の方に住んでるんですけども、なんと現在楽天回線に、繋がっております。さっきイオンの前で回線を確認したところ、ちゃんと楽天回線につながってました。2020年4月時点で、楽天回線の人口カバー率は 97% を超えたそうです。まあ、せっかくハンターカブ買ったので今回は、長崎県、僕熊本に住んでるんですけど、長崎県に、フェリーで行って、長崎県の観光スポットを、ハンターカブで行って、その写真をね SNS とかにアップしたいなというふうに思っています。はい、はい、125です。はい。はい。はい。ということで、フェリー着きました。後ろにあるね、めっちゃでかい細長いやつがそうですね。なんかこれ、高速船らしくて、かなり速いらしくて、熊本と、長崎を30分で結んでくれるそうです。でね、ここ、フェリー乗り場ということで、熊本の端っこの方なんですけども、きちんと楽天エリア、つながっております。僕楽天モバイル自体はサービス開始当初から使ってるんですけども、あの頃に比べたら回線もねエリアもすごい広がってかなり使いやすくなってます。原付 125cc 原付に分類されるんですけど、安すぎるフェリー代金が。自分の、僕の料金とバイク含めて1860円だったかな、1800円台で、乗ることができました。いやーマジで雨止んでよかった。マジで雨止んで、もうね目の前にあれ長崎見えてるんですけどね、あれがもう長崎です。あ、細長いね、やっぱね。すげえ。はい、ストップ。はい。ありがとうございます。すみません、反対側に。あ、はい。うわ、長崎上陸。ちょっと曇ってるけど、まあ雨の心配はなさそうですね。熊本はですね、道わかるんですけども、長崎わかんないんで、引き続き Google マップで、見ながら、行きたいと思います。あ、お城ですね。島原城にやってきました。まあ、島原城もね結構素敵なんですけど、あそこにあるこう雲仙の雲に隠れてる雲仙もまた素敵ですね。よし、100円、あー500円しかないです。はいはい、ありがとうございます。はい、よっしゃ島原城行くぜー。おお、結構な坂道やね。よし、じゃあちょっと軽くこのお城と、ハンターカブを写真撮ってから、SNS アップしようかな。じゃあ行きますよー。はい、チーズ。はい、ですね。島原城楽天回線。さあ、本日1個目のツイート、ハンターカブで島原城来たということで、ツイートします。はい、ということで、島原城を後にして、次はですね、なんとか駅に行きます。大岬ステーションに来ました。いやー、人多いかなって思ったけど、やっぱ多いですね。はい、チーズ。はい、ということで2つ目の目的地、大岬駅に着きました。こちらも、楽天回線つながっています。今日はハンターカブで長崎を守るよ、大岬駅、ツイートと。いや、ちょうどね電車来て、いや黄色い電車映えるね、また、大岬駅、ここにねさっきカフェで、コーヒー買って、こんなここってどんな感じなんですかって聞いたら、平日はやっぱね少ないそうです。ここのねお姉さんねすごく優しい方だったんで、大岬駅来た方はぜひ行ってみてください。次は長崎市内の方に向かいたいと思います。
いや女の子たちがめちゃくちゃ多くて、なんかみんなねめっちゃいいめっちゃいいって言いながら写真撮ってるのを見ると、なんかちょっとハッピーな気持ちになりますね。カップルも多いからそこはちょっと注意しないといけないですね。長崎市内、1時間25分かかるんですけども、次オランダ坂とかね、中華街に行ってみたいと思います。いやハンター株やっぱね映えるね。森の中、アウトドアの中でも映えるし、こういったここ人工的なものの中でもこの色とかさ、このなんか無骨なスタイル、スポーティーってわけじゃないけど、どこ行っても映えるのがすごいなと思います。こういうところで、ね、熊本じゃなかった、長崎市内に着きました。長崎もね路面電車って、熊本もねあの路面電車って、あの熊本に帰ってきたっていう錯覚してました。わかんない、怖っ。路面電車って怖いよねまあこんな感じでちょっと初めて来る場所、ほぼ初めて来る場所で、結構路面電車もあったりして複雑な道路ですけれども、やっぱ125やとね走りやすいですね。オランダ坂着きました。ここだよね。うわーめっちゃ坂やん。僕思い出した、修学旅行で行った、タクシーで行ったもんね。本当はタクシー禁止されてるけどタクシー乗ったっていう思い出がある。おお、いいね、バイクで行くと楽しいね。うおお、やば、何この坂、やばいでしょ、これはやばい、やべえ。おお、よし、そこに、さっき歩いて登ってきた、そこにカメラを仕掛けました。いいとこでオランダ坂です。いやここバイク止められないんでね、下の方に止めてきました。でここも楽天回線につながってます。で写真撮った感じがですね、こんな感じになりました。めちゃくちゃよくない？これここで撮りました。じゃじゃん、ツイッターに投稿、いい感じですね。このフォグランプがねいい感じです。じゃあ次は、中華街に行きたいと思います。ということでオランダ坂でした。見てみてたら、ここ 20% って書いてあるからね、勾配見て、わかるかなこれ。これね分からんと思うな、カメラじゃすごい。ってことでご飯を、ね、僕は食べたいんですけれども、あの中華街ね、駐輪場が近くにないとね止められないから、どこに止めればいいんだろう。ちょ駐輪場で検索してみようか。楽天回線、駐輪場、オッケー。あーこれか、あーこれだこれだ。あよかったよかった、ここ、あしかも目の前じゃん、もう最高じゃん。おいとこで帰ってきました。まあ入り口から出口まで結構あちこち歩いてみたんですけど、あんま僕こう食欲なくて、なんか多分夏バテかなんかと思うんですけど、なんでね角煮まんとかね、あの食べ歩きできるものを買おうかなと思うんですけど、結構売り切れで、まずごま団子とこの角煮まんだけしか残ってなかったです。でタピオカとかなんかこうそういうドリンク系もなんか欲しいなと思ったんですけど空いてなくて、なんでキンキンに冷えたコーラを買ってきました。こういうところで長崎の中華街です。こちらでも楽天の回線につながっています。でここで撮った写真がですね、こんな感じですね。で結構これもいい感じで撮れてるんじゃないですか。やっぱハンター株とかね、結構明瞭度上げるとかっこよくなりますね。これもスイート。ということで長崎の中華街でも、楽天モバイルでアップロードしております。かなり、時間越しても3時になっちゃいました。楽天つながってますね。3時です。今回の、今日のキャンプ場がこの西海橋オートキャンプ場ってところなんですけど、現在地ここで長崎市内で、オートキャンプ場ここですね。1時間半かかるんで、今から3時に行って4時半、まあ、最低でもね6時には着いておきたいなというふうに思います。ということで長崎から1時間30分走って西海橋にやってきました。なんかすごいね、観光客もいますね。なんかすごくない？なんか渦巻いてるよ。ナルト海峡みたいになってる。めっちゃ渦巻いてる。あー止まれないね、さすがに。てかキャンプ場ないじゃん。インドカレー屋さん、あったあった。でこうやってねこう U ターンする時も、やっぱ125やったらね倒すことなく、こういうね U ターンの時でよく倒すんですよね。ということで、西海橋キャンプ場に着きました。いやこういうね砂利道でも全然、こっちですね。うわめっちゃ綺麗なキャンプ場。
でやっぱカブだとね、さっきの砂利道みたいなところもやっぱ走りやすいですね。 2-4 です。さっきテントサイト行ったんですけども、結構隣の人がね音楽ガンガンかけてたんで場所変更させてもらいました。こっちのね広々としてるところに、変更をしました。ちょっとね YouTube 的にもやっぱ音がね録音されるのが良くないんで、この辺ですね。キャンプ場に着きました。ほぼ貸し切り状態。もう一個のあっちの方はねたくさんいるんですけれども、海が見えないけれども、貸し切りの方を選びました。ふぅ、いや今日ね帽子かぶってないんですけど、しこんなに晴れてるけどそんなにね暑くないんだよね。もちろん暑いけれども、もうちょっとぶっ倒れそうみたいな感じの暑さじゃないから、よかったっす。こちらが、本日乗っておりましたハンターカブ CT125 でございます。ちょっとね、ちゃんとした、映したやつなかったんで、ここでちょっとね、ちょっとだけ、紹介したいと思います。いくつか、中古で買ったんですけども、いくつかね、パーツが変わってて、マフラーも変わってますね。で、このキャリアは、昨日僕がつけました。ミラーも純正のミラーじゃないし、この、ヘッドライトガードついてるし、フォグランプも、竹革のいいやつがついてますね。アマゾンの安いやつが、ボックスがついてるんですけど、5時かな。これ結構使いやすいですね。すごいですね。ドライブレコーダーのステッカーが貼ってあります。これも最初から貼ってありました。で、今日のバッグなんですけども、タマックスのね、ツービングバッグとかじゃなくて、リンのワークっていうところのやつをつけてます。これね、まだ日本で誰も使ってる人いないんで、多分僕が最初だと思います。個人的にはこのキャリアが気に入ってて、専用キャリアなんでね、このマフラーをこうやってギュッてできるんで、これサイドバッグとかね、つけてもかっこよくなるやろなと思って、楽しみにしてます。まあ、今日はね、荷物少ないんで、これだけね、やってきました。ということで、まずは、テントを設営します。ということでテント設営完了しました。どうでしょうか。かっこいいでしょこれ。これ DD タープ 4m にネイチャーハイクのいつもの僕が日本一周とかしてるやつのテントを入れてるんですけども、なんともうこのために生まれたんじゃないかっていうぐらいもうジャストフィットですよね。でしかもバイクも入れて、でここも全室があって椅子とかねテーブルとか置いて、楽しめるっていう感じのスタイルでございます。びっくりしたことがあるんですけど、だいたいキャンプ場とかってその楽天回線云々とかじゃなくて、そもそも携帯の電波、他の他社でも携帯の電波すら入ってないところがあるんですけど、なんとこのキャンプ場、じゃじゃん、ちゃんと楽天回線でつながってます。これはありがたい。よし、インスタのストーリーに投稿します。みんなインスタフォローしてね。ちなみに今日のねこんな感じです、これさ、これとかすごくない？これまるでもうツーリングマップみたいな、これ自撮りですからね、これ動画から切り取ったやつですね。もう完璧に、もうすごいね、表紙みたいな。これも結構気に入ってるけどね、やっぱ楽しいねキャンプツーリングって。で、これでちょっと疲れちゃったので、30分、いや1時間だけ仮眠します。いやマジで貸し切り、いや最高だね。こんな感じでブルーシートの発言に合わせて、やばい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 、8時半8時半やばいね、過ぎちゃった、やば、うわ寝すぎた、うわ真っ暗だと。本当は30分ぐらいで、まだもうちょっと明るい時には起きる、つもりだったんですけども、何も見えないっす、やっちゃいました。晩ご飯なんか作ったりするだけじゃなくて、牛タンとお刺身を買ってきたんで、それを焼いて食べます。今日のご飯は、牛タン、アメリカ産牛タン、焼肉用と、お魚、お刺身の、切り落としです。ゴミは絶対も使いましょう。捨てていくとかありえないんで。絶対うまいね、これは。よし、
すぐ焼けるね、牛タンは。牛タンいただきます。まず何もつけずに。おいしい。おいしいね。牛タン完食です。まあ、キャンプの YouTube 見てるんですけど、うどん食ってるんですよね、この YouTube の中で。うどん食いたくなってきちゃった。ちょっと食欲ないけど、このうどんめっちゃうまそう。動画の中のやつ、刺身もつままれて食べちゃった。11時23分になっちゃいました。まあ Twitter だったり Instagram にたくさん写真を載せてたんですけど、まあ、みんなから結構ね、いい反応が来たんで、こう DM のやり取りしてたらもう2時間ぐらい経っちゃいました。ニュース見ながら、ニュース聞きながら、その DM のやり取りしてたんですけども、まあ、僕、まあ、日本一周もう去年4回目して、まあ、こんな風に旅とかね、ずっとしてるんですけども、やっぱ日本一周中とか旅中ってね、結構データ通信がすごく多くなっちゃうんですね。なんで結構他の他社さんのまあ、20ギガプランだったりすると、結構もう、日本一周10日目ぐらいで、1日多分2、3ギガ使うんで、日本一周中だったら。使用しちゃうんで、やっぱ総合だとね、やっぱこう楽天の回線とかの方がまあ使いやすいなっていう風にも思ったりします。楽天モバイル、楽天回線で今、使ってるんですけれども、 3GB まで、税込み1078円で使えて、20GB まで、2178円税込みで使えるっていう感じですね。 20GB 以上だったら、楽天回線だったら、無制限で3278円でデータ使い放題となっています。なんでね、まあ、このテント設営するときとか、タイムラプスやってたと思うんですけど、とか飯食ってるときとか、友達の YouTuber さんの動画とか見てたんですけど、まあ、このね、ワンプランならすごくお得で、見れるんじゃないかなというふうに思います。僕いつも寝るとき YouTube のゆっくり実況とか見ながら寝て、まあ、寝落ちするような感じで寝るんですけど、このキャンプ場、楽天回線なので、寝落ちしてデータの使用量がたくさんあっても、大丈夫なので、今日は、今日もゆっくり実況見ながら寝たいと思います。おやすみなさーい。そやろ、雨かよ。天気予報雨じゃないやん。しかも結構沸騰し、いやまさか降るとは思わんだろう、これで。よし、撤収完了しました。ゴミもないですね。よーし。ですね、朝6時ぐらいから、もう雨が降ってきちゃって、もう降ったりやんだり降ったりやんだりということで、もう11時ぐらいです。撤収にね、すごく時間がかかっちゃって、ちょっとかなり遅めの出発なんですけども、今日は佐世保港に、行きたいと思います。でまず写真撮って、で佐世保港で写真撮ったらもう、熊本の方に帰りたいと思います。佐世保港に着きます。佐世保港には来たことないから楽しみですね。めっちゃ栄えてますね。ということで佐世保港のシーサイドパークで写真撮りました。こちらじゃじゃん、楽天回線つながっております。で、ここで撮った写真がですね、今日はよ、今回横の写真を撮りました。ちょっと見づらいと思うんですけども、こちらもツイートしますと。あ、よし、ツイート完了です。見にくいですね。ハンターカブで佐世保港来たよってツイートしました。もう一個インスタのストーリーにもあげたいと思います。これめっちゃよく撮れてない？いいですね。かっこいいね、ハンターカブね。何にでも合うわ、マジで。というところでハンターカブ納車して3日目ぐらいなんですけども、熊本から長崎行って島原回って長崎市内回って、佐世保港に来て、あとは帰るだけという風になっております。で、ハンターカブなんですけども、いや最高のバイクですね。 125cc で軽いからもうどこででも行けちゃうっていうのが、すごくこう旅向きなバイクだと思います。出発の前日にこのサイドサポーターみたいなのをつけたんですよね。で、これがあると、ここにもバッグつけられるんで、絶対必要、今回は使わなかったんだけど、まあ、日本一周とか、もっと荷物が多くなるときとかは、これ絶対いると思います。で、これ楽天市場で買ったんですけども、楽天モバイルに加入していると、楽天のポイントの倍数も増えるんで、そういうとこもお得だなというふうに思います。まあ、ハンターカブ、積載能力がすごいんで、ここにね、上にこうやってどんどんこうやって積み重ねていけば、なんぼでも、荷物って乗せられるんですけど、やっぱ重心が高くなるのはね、まあ、バイクにとって結構致命的だと思うんで、やっぱね、もうこれ以上増やさずに、上にいっぱいまだテントとか乗せられるけど、これ以上増やさずに、この横、サイド。後ろから見るとね、こんな感じでなってるんで、ここにサイドのバッグをこう置いて、
こっちでも左右のバックを置いてっていう感じにすると、重心低くなっていいんじゃないかなというふうに思います。熊本で帰ります。帰り道はフェリー使わずに、下道で有明海をぐるっと回って帰りたいと思います。今ヘルメットの中で音楽聴いてるんですけど、楽天モバイルに入ると YouTube プレミアムだったり、楽天マガジンとかが3ヶ月間無料になるんで、そういったものをねお試ししたいと思ってる人もすごくいいですよね。あのね、 YouTube プレミアム何がいいってバックグラウンド再生できるんですよね。なんで今こうやってナビ表示してても、YouTube の音声をバックグラウンドで聞くことができるんで、まあ、ニュースとか、そういったものもこうラジオ感覚で聞くことができるんで、どんな感じなんかなって試したい人とかにもすごくいいと思います。あと楽天モバイルは楽天リンクっていうアプリから電話を発信すれば、国内通話は、無料でございます。まあね、友達同士だったら LINE とかでね通話すると思うんですけど、もう結構ねまあ、いろんな手続きでこう社労士の人とかと話す機会が多いんですけど、1週間に1時間半とか結構話してるんですけど、そのためにねやっぱ普通の電話発信するとすごいお金かかっちゃうんで、この楽天リンクっていうのは僕にとってはすごくかなり重宝している機能なんで、 LINE とかじゃなくて電話番号で電話しなければならない人にとって楽天リンクは本当にお得だと思います。はい、ということで熊本のイオンに戻ってきました。もうちょっとしたらね僕の家です。まあ全然奥なんで、まだめっちゃ山の奥なんですけどねいかがだったでしょうか。ハンターカブ乗って、長崎に行くという、企画だったんですけれども、いやーハンターカブおもろいね。 125cc、まあ、KLX125 持ってるんですけど、もう全然挙動が違うから、その、まあ、オフロード寄りではないけれども KLX ほどね、けどまあ街中をこうピューンって行くにはもうすごくいいバイクだと思いました。これからねこのハンターカブで動画たくさん投稿していくんで、よろしくお願いします。ハンターカブに加えて、今回は楽天モバイルさんとの、タイアップ動画でした。楽天モバイルいかがだったでしょうか。楽天モバイルの詳しい情報は概要欄の方に記載しているので、気になった方はぜひチェックしてみてください。ということで今回の動画はこれで終わりたいと思います。ではまた。